こんにちは、大島愛子です。これから行楽シーズンに向けて、巻き寿司とかね、作るといいかなと思いまして、今日はデコ巻きを作っていきたいと思います。それではまず人参を切っていきます。1本の人参はこのようにピーラーで巻いて、上から見ると円柱になるように作ってください。長さは10センチです。こんな感じにね、上から見て円柱になるように。そして同じ分量の人参を千切りにしてください。これがつぼみの部分になります。本体の部分を作っていきます。1/2の海苔と1/4の海苔をご飯粒で海苔代わりにこのようにくっつけます。その上に白いご飯をのせます。1/3ぐらい使いますよ。その上に山を3本作ります。見にくいので数字をつけておきますね。1、2、3、このように3本山を作ります。そしてここにごまを適量振りかけます。この溝に海苔を挟み込みます。分量は概要欄に書いてあるのでよく見てください。ここからね、よく見ててね。この溝に人参の千切りを挟み込みます。そしてその上に青菜またはきゅうり、緑色のものを挟みます。次に桜でんぶのご飯をこの海苔に巻いて5本作ります。ピンクのご飯は5等分してくださいね。そしてこの5つ作ったのを1/2の海苔にこのように乗せます。切れ目を中心に向けるのがポイントです。そしてこのようにご飯を海苔代わりにしてくっつけます。一度ギュッと。そして味付けかんぴょう海苔を海苔で挟みます。桜でんぶの先ほど作ったのをこの位置に乗せます。そしてかんぴょうを乗せ、さらにその上に白いご飯を置きます。これで全部ご飯を使い切ってください。そしてやっぱり海苔代わりに米粒を乗せ、ぎゅーっと巻いていってください。よく濡れた包丁であとはカットするだけ。こんな感じに出来上がりました。どこを切っても同じなので楽しいですよ。皆さんもおうち時間を使って作ってみてはいかがでしょうか。このチャンネルがいいなと思われた方はいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。バイバイ。